来年24年の終わりぐらいから、うんうん、こっから本格的に神社のものが普及していくんだろうと。結婚を考えていらっしゃる方は、はい、今年から来年チャンスです。ちょっと自分とは違う世界の人たちとつながることで世界が広がるんですね、うんうんうん、もう癖が強い人の方がいいぐらいです。皆さんこんにちは。本日は占星術研究家の鏡隆二先生にお越しいただき、2024年の上半期の運勢をお伺いしていきます。よろしくお願いします。2023年はどういう1年でしたかね。いや、いろんなことがありましたけど、ありすぎて我々の想像を毎回超えてきちゃいますよね。で、前からこの1年2年あるいは3年っていうのはもう本当に大きな時代の転換点だっていうふうに我々言ってきたんですけど、いや、まさかっていうことがもうコロナ以降どんどん続いてて、これってね、占星術でいうと冥王星という、はい、もう死と再生の星がヤギ座というですね、社会のこう根幹をなすような組織とか、それからまあ屋台骨っていうのかな、基本的な構造をなすようなものを意味する星座にここ十数年入ってたんですけど、その冥王星がずっとそういう社会の根幹を揺るがしてきたんですね。でその最終段階なんですよ。来年の終わりぐらいに本格的に次の星座の水瓶座に行くんですけど、ここ1、2年水瓶座とヤギ座の間を行ったり来たりしてたんです。今年の前半水瓶座に冥王星が入った時で、水瓶座はテクノロジーを表すんですけど、ちょうどその期間チャット GPT とか流行りました。すっごい流行りました。私もやりました。話題になって、はい、ちょっとなんか今落ち着いてるじゃないですか。でこれヤギ座に戻ってからなんですよね。でこの水瓶座に入るのが来年24年の終わりぐらいから、ここから本格的にそういう抜本的なテクノロジーみたいなものが普及していくんだろうと。そうしましたら2024年私たちはどうしていったらいいのかなっていうヒントにさせていただければと思うので、はい、各星座別の運勢をお聞きしたいと思います。はい、12星座のトップを走るのは牡羊座なんです。まあ、一言で言うと自分の価値観を見つめ直す時なんですね。今皆さんがやってらっしゃることって本当に自分がやりたいことなのかな、あるいは今のものを守りたいからやってるんでしょうかね。でどっちでもいいんですよ。今の本当にやりたいことなのかなっていうことを考えるだけでいいんですね。その中でやっぱりこっちのラインを自分は守っとかなきゃいけないんだなとか、いやでも本当にこれをやりたいから今のこの部分の全部じゃなくていいけど、この部分はもうちょっとシュルッとまとめちゃおうかとか、そういうことが考えられるようになるはずなんですよ。具体的に何が良くなるかっていうと、はい、金運なんですね。単純に言うと時間とかお金の無駄がなくなるんです。本当に大事なのはこれだってことが分かると、そこがキープできるようになるんですね。4月に牡羊座の中で日食が起こります、はい、でこれは自分のアイデンティティを大きく変えるチャンスなので、このままじゃダメだなと思ってる人は4月ぐらいに何かチャンスがあると思うんで注目です。牡羊座なんですけども、23年の後半から木星がジュピター幸運の星が牡羊座に入るんで、牡羊座さん幸運の時ですよっていう風に言ってるんですよね、はい、でもまだ何もないわっていう人結構いると思う。あでもね、そういう人に必ず後で言うんですけど、はい、今始まってることが必ず6年後とか12年後に大きな何かになってると思うので、今小さな種をまいてるっていう風に思ってほしいんですね。特に4月木星と天王星という星が接近するんです。天王星はもうここ数年すでに牡牛座の中に入ってました。社会的に言うと牡牛座って経済を表すんですけど、例えばキャッシュレスとかどんどん進んでるじゃないですか、そういう流れに乗ってる形なんですよね。牡牛座個人っていうと、まあ、自分の革命するっていうか大きく変えるようなチャンスで、ブレイクスルーが起こりそうです。牡牛座の人ってどっちかっていうと保守的だったり、今の自分を守りたい、その枠を崩す大きなチャンスなんですよね。だから何かお誘いがあったり、これちょっと新しいチャレンジって言われてるなと思ったら、いやいや私はって言わないで、ちょっと乗ってみましょうよ。ここは気持ちを変えて、はい、チャレンジだなと思っても動き出したらそっちに乗っていけるはずなので、じっとしてるのはもったいないので、ぜひこの大きな時代の変化の中で新しいことにチャレンジをしていっていただけるといいなと思います。
双子座さんなんですけど、24年の5月の後半ぐらいからですかね、うん、木星という幸運の星が12年ぶりに双子座に戻ってきます、はい、なのでそっからが本格的な幸運のスタートですよね、うんうん、だからそれまではちょっと準備期間っていうふうに思っていただくといいかなと思うんですね、うん、で双子座の人って好奇心が旺盛だし、あちこちフットワーク軽いから、ちょっと今の凪の状態みたいな退屈って思ってるかもしれない。でもね、そうじゃないんですよ。水面下でいろんなことが起こってます。だから双子座さんが気がついてないところでいろんな何かが起こって起こる準備ができているですね。でこれが24年の後半から一気に動き出すので、うん、周りのことをこうよく見といてください。でそして双子座の人割とクールで上手に人と距離を取れるんですけど、うんうんうん、この時期は周囲の人たちの水面下で何か起こってないかなってことを丁寧にちょっと見てあげてほしい。でそうすると幸運期が始まった時にあの人のこと助けてあげようとか、新しいつながりが生まれてくる可能性があるの で、うん、でそれからアートとかね、芸術なんかに関心を持つと、はい、幸運の種になりそうな気がします。カニ座の方なんですけど、ポイントになるのは友達関係なんですね、うんうん、2つあります。給油を温めるっていうのももちろんいい、それ以上に新しい出会いですね、うん、それにちょっと注目をしていただきたいんですよ。カニ座の人って身近な人をすごいケアするのはいいんだけど、うん、無意識的に内と外を分けちゃってるところがあるんですね、うんうんうん、だけど今出会える友達っていうのは、はい、これまでの育ってきた環境とか価値観とかそういうものを崩してくれるような人であることが多いんですよ、うんうん、刺激が多い人ですね。もう癖が強い人の方がいいぐらいです。ちょっと自分とは違う世界の人たちとつながることで世界が広がるんですね、うんうん、でもう一つこの星の配置の特徴は願望っていうのがキーワードになります、はい、今皆さんが思ってる表面的な願いではないかもしれない。今なんとなくこうしたいって思ってるよりももっと深いところにある、うん、そうそうそう。だから例えば今恋人欲しいなっていうふうに思ってる人がいるとしたら、うんうん、その恋人が欲しいっていうのは表面的な願いなんですね。その下にある本当の本当の願いは、恋人を通して自分のもっとこういうとこを生かしたいとか、そこをもうちょっと丁寧に深掘りすると今の本当の願いが出てくる、うんうん、そんな気がします。獅子座さんにとっては今年の23年の後半からもう始まってますけど、はい、幸運の木星が頭のてっぺんにいるんですね。で真上っていうのは上を目指すとか、はい、キャリアアップっていうじゃないですか、はい、だから、まあ、仕事運なんですね。だからお仕事されてる方多いと思うんですけど、自分のキャリアパスみたいなものをもう一回見つめ直す、うんうん、そして、今まで自分がやってきたことをちょっと自慢しましょうよ、うんうんうん、私こんだけやってきたよってことを明らかにしていくと、周りの人も上の人も認めやすいから、うんうん、これが得意なんだっていうのが分かりますもんね。でそうすると、そこから引き立ててもらったりとか、うん、何かチャンスをもらえたりとか、あれこれがやりたいでもいいですね、うん、そういうことをアピールどんどんしていくっていうのはポイントです。でそれからちょっとお姉さんの方、お仕事を始めてちょっと経ったなっていう方は、うん、今ね自分の肩の上に乗っかっている責任から解放されるかもしれない、うん、独立とかね、もうちょっと自由に動けるポジションを自分から求めてみてもいいかもしれないですね。乙女座の方も今から、はい、あの幸運のスタートは始まってる。でキーワードはね、探求とか冒険なんですね、うん、自分がゲームの中の登場人物みたいな気持ちになって、ロールプレインゲームで冒険者とか、うんうん、英雄とか、うん、そういうような旅をしているようなつもりになって、うんうん、目の周りを見てみると新しいチャンスがありそうな気がしますね。だから毎日の会社のルーティーンやっても、うんうんうん、ちょっとこう冒険者目線で見たら、こういう道ちょっとあるとか、こういう風になってる目線をちょっとこう広いところから見てみるといいと思うんですね、うん、でそのことによって抜けが生まれたりとか、今まで見えてなかった別な解決法、新しいことが出てきそうですね。もうこの時期にね、ぜひやっていただきたいのは、まあ、役に立たないことなんですよ。自分には難しいなと思う本読んでみるとか、うん、旅に出てみるとかね、うん、そうしてみると私の常識って周りから見ると違ってたかなとか、うんうんうん、自分の世界が広がることによって大きな可能性が見えてくる、広がる、なるほど、そういう感じがありますね。天秤座の方、23年の前半に人間関係が広がったりとか、はい、あるいはパートナーができた方もいらっしゃるかもしれません、うん、天秤座の今のキーワードっていうのは深みなんですよ、はい、今も始まってると思うんですけど、うんうん、友達100人できるかなっていうのは、うん、もう小学生の時でもういいじゃない、大人なんだから、うん、その中で人生の時間もね、はい、決まってますから、限られてますね、あと100年生きる人あんまりいないから、だからそうなった時にお付き合いをして本当にいいなと
込める損得関係ではなく、そういう人たちとの出会いを深めていくときだと思うんですね。だからそういう人たちとじっくり話し合うとか、別に言葉を交わさなくても時を一緒に過ごすとか、そういうことが大事なときなんですよね。もう一つのキーワードが遺産っていうキーワードがあるんですけど、誰かから大事なものを知らない間に受け取ってることがきっとあると思うんですよね、言葉だったり技術だったり、人間関係のコネクションだったり、あるいは皆さん自身が誰か他の人にそういうものを無意識的に手渡してる、シェアしている可能性があると思うん でそういうことをもう一回考えてみると、自分一人だけで勝手に生きてるんじゃないんだなと思って、それが力になると思うんですよ。でそれから恋愛面、フィジカルな関係もこの時期は深めるためには大事なので、より深い関係が作れていくと思いますから、相手との信頼だったり、サソリ座の方は23年の後半から幸運の星木星は出会いのハウスを運行中です、サソリ座さんってちょっとね、防衛心が強い、ミステリアスな印象ってことが多いんですけど、今木星というなんかオープンさの星がそこに入っているので、自分の防衛線をちょっとこう緩くできる時ですね、警戒心が崩れて新しい人とかチャンスに出会える可能性が高くなってます。寛容さ、オープンさ、これがキーになります。そうするとこれまでと違う人たちとつながれるようになるし、でそれがまあ仕事だったり、それからまあプライベートの面でも新しい絆を生み出すようなことにつながっていく。特にこれは出会いっていうのは人間だけじゃないかもしれない、まあ、もちろん動物かもしれないけど、趣味だったり、趣味だったりとか、だからあの初めてのことにチャレンジするっていうのがいいと思うんですね。結婚を考えていらっしゃる方は、今年から来年チャンスです。将来的にそういう、関係になるような方とも出会える可能性もありますから、伊手座の方はですね、大きく世界が広がっていくのは24年の後半からなんですけど、今はですね、ちょっと伊手座さん忙しいですか？忙しくない？お疲れじゃないですか？大丈夫ですか？いろんな雑誌を頼まれたりとか、なんでこんなこと私やんなきゃいけないのみたいな風に思ってるかもしれない。だけどそれは自分の生活サイクルをこう見直すチャンスだったりするかもしれないし、伊手座の人ってざっくりやりがち、例えばこうタスクを書き出してみるとか、ちょっと時間割り作ってみるとか、やってみると何か自分の生活サイクルの中で、まあ、良くない癖みたいなものがあるかもしれない。そういうものを是正する、直す大きなチャンスのタイミングなんですね。それをやっておくと24年から、まあ、モテますよ。シンプルにそうすっきりするし、自信がつくの で、でそうすると周りの人とのつながりも向こうからの注目度も上がるし、そういう方にまめに連絡を取るようなそういう時間的な余裕も生まれるはずですから、なるほど、まあ、いろんな意味で癖を直すチャンス。ヤギ座の方というのは木星は幸運の位置に来てますから、幸運のタイミングです。それからもう一つ、こう十数年続いていた冥王星の時期から抜けれる時なんですよ、嬉しいことなんですね。それ良くも悪くもです。だから2008年から続いているようなことをヤギ座の人にはぜひ振り返ってみていただきたい。若い方だったら十数年長いと思うんですけど、大きく変わってきたと思うんですよ、ヤギ座の人。自分がどれだけ変わったか、変わってないように思えても周りの人に聞いてみるといいと思うんですね。十数年前の私と今とどう違うっていうふうに、もちろん変わってないよって言ってくれると思うんだけど、ちゃんと見ていくとこういうとこ変わったよねとか、こういうとこ成長したねとか絶対言ってもらえるはずなんで、特にこの時期は幸運の星が味方をしてくれているので、クリエイティブなことに挑戦するチャンスなんですよ、ね、何か作ったりすることもいいし、それからお仕事の面では言われたことの中で、私だったらこうするっていうところをちょっと見せてあげる。だからそうすることによって周囲からの評価も上がるし、それから何よりも自分にとってのやりがいにつながると思うんですよ。機械と同じようにやっててもつまんないから、ここは私はこういう風にしましたっていうことを、まあ、全部じゃなくていいと思うね、自分の自信にもなるし、周りの人たちからの評価にもつながるはずなので、なるほど。水瓶座の方なんですけども、いよいよ24年、冥王星という太陽系の彼方の星が本格的に入ってきます、なのでこれからの十数年、水瓶座さんっていうのは大きな変容の期間に入る、その先駆けみたいなことが起こるかもしれないですね、でまだそれは本格的には感じられないと思う
けど、なんかちょっと今感じた予感とか、なんかあの人変わったなとかね、うんうん、この仕事ちょっとなんか潮目になってきたなっていう思うことがあったら、それをちょっともう大事にしてほしいんですよ、うんうん、スルーしないで。逃げてもダメですか？逃げてもダメですね。だからそれにどう対応していこうか、うん、これが大きく変わってきた時に自分はどう対応できるかなってことをちょっとシミュレーションしとくといいかもしれない、うん、もう一つ、幸運の星は今自分の基盤とかホームを上がったところを運行中です、はい、これからの大きな変化に備えて自分が安定できるようなベースキャンプをちゃんと今作っておきましょう、はい、それは精神ですか物理ですか？両方ですね。どっちも。先生術の星のシンボルは内面も外面も両方表すんですよ、うん、だから今住んでる住環境がなんかしっくりこないなと思ったらちょっと引っ越しを考えてもいいし、ご家族と住んでらっしゃる方は一人暮らしってちょっといいかもな、うん、そういうことを考えてみるといいかもしれないですね。なるほど。魚座の方なんですけども、はい、多分そうだと思うんですよ、魚座さん、うん、覚悟を決めなきゃいけない時でしょう。なんかそれパートナーとの関係かもしれないし、はい、親との関係かもしれないし、自分の年齢みたいなものと向き合うってことかもしれないし、仕事かもしれない、もちろん、うん、で結果が出てきます、はい、なのでそれにちゃんとこう向き合うことが大事なんですね。良くも悪くも大人になっていく時です。いろいろ相談した方がいいんですかね、それとも情報を集めた方がいいですか？もちろん年長者の方、先輩の方の意見を聞くっていうのは一つ大きな力になります、うんですけど、何よりも自分自身のメンターは自分自身なんですよ、はい、自問自答を繰り返す、はい、うんうんうん、自分に問いかけてみる。でその中からこれだけは私やってきたなとか、うんうん、そういうことを思えるようになるので、そしたらもう芯ができますから、うん、ぜひそこからやってみてください。でそして木星は学びのハウスに来ます。お勉強ね、うん、それは趣味の勉強でもいいし、仕事に役に立つようなスキルでも構わない。23年の今から24年の前半まではちょっとこれ勉強したよ、うんうん、このこと知ったよってことを人に言えるように、このジャンルのものを3冊しっかり読みましたとか、うんうん、そういうことがあると話題がまず豊富になるし、新しいアイデアにつながったりします。でもちろんそこからいろんなつながりが生まれていったりもするので、うんうん、SNS なんかもぜひ活用して、うん、ありがとうございます。それぞれの星座さんたちの今年が素敵な1年になるといいですね、はい、それでは後半の動画では各星座さんたちの運勢の仕事別、恋愛別、パートナー別、金運ですね、運勢別のランキングを発表したいと思います。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。